小数の計算の仕方を考える。今回は割り暗算ですね。割り暗算、しっかり前回までの動画も確認しておいてください。小数の計算の仕方を考えるシリーズを見ていただいている方に関してはさすがにそろそろ、分かってきたと思いますが、具体的な計算を始める前に、答えのボリュームを知るところからまず入ります。割り算です。これもそうですね、だいぶ分かってきたと思いますけど 0.0784、 整数が0だった場合、小数展開に0が1個なんでマイナス1、もしくは、1桁目0桁目マイナス1桁、 0.07、 最初の数字が入るのがマイナス1桁目なんでマイナス1という考え方。割り算の場合はここが引くですね。さらに 0.08 に、さっきの 0.0784 と同じ考え、ここから8が始まりますので、マイナス1桁。さあ、正の数、負の数の計算ですね。マイナスのマイナスは、プラスなのだ。マイナス1足す1に変わります。答えは0桁。もしくは、割り算の場合、1桁増える可能性がありますので、0桁かもしくは、1桁ですね。じゃあ早速問題を置くイメージですね。割り暗算なんで頭の中にはこんな感じのイメージで十分だと思います。さあ問題の置く場所、マイナス1足す1、イコール0ですね。0桁の隣から、0桁の隣から問題を置くイメージですね。ここから784を問題を置いてあげてください。あと普通に784÷82でいいんです。7の中に8はない、7の中に8はない。この段階、78割る数が2桁、先頭から2桁を見る。この段階で、先頭の2桁に割る数がない段階でもう0桁なんですね。例えば、これが 0.0884、 先頭の2桁割る数が82、先頭の2桁が88だった場合、88の中に82があった場合が1桁になりますよという、パターンですね。じゃあ実際この後頭の中でどういうような計算をしていくか見ていきましょう。はい、今回は小数点以下第3位までも解きましょう。小数点以下第4位は四捨五入するという前提で計算を始めます。それでは、割られる数784をどこから置くかですね。先ほどの計算マイナス1桁引くマイナス1桁なので答えは0ですね。0桁の隣から問題を784を置くイメージです。これさえ決まってしまえば、あとは普通に784÷82をやっていけばいいんですね。7の中に8はない、78の中に8はあるですね。9個ですね。9÷72÷9÷18ですね。同じように4の中に8はない、46の中に8は5個ある。5÷40÷5÷10ですね。同じように5の中に8探してない、50の中に8は6個ありますね。6÷48÷6÷2÷12ですね。この段階で小数点以下第4位、すでにこれが、切り捨てというふうに確定してますので、ここまでですね。答えはここまでです。答えは 0.956 ですね。